も通り目覚めるはずだった。深い闇の中瞳が光った。私についておいで自由の道行こう。まっすぐな目をして明日を睨んだ。そうだ共に行こう命つなぐ道。そうだ共に行こう命つなぐ道。目指すは地平線夜明け真っ先に迎えよう。あなたの後についてこの道を行こう。大勢の仲間たち一人ずつ連れて、あの街この街の囚われたものを必ず見つけ出し一緒に急ごう。そうだ共に行こう命つなぐ道。そうだ共に行こう命つなぐ道。手探りの世界迷いに落ちたら、きらめくあの目を思うだけで勇気が出る。そうだそうだ共に行こう命つなぐ道。そうだそうだ共に行こう命つなぐ道。目指すは地平線夜明け真っ先に迎えよう。海を越え山を越え地雷を飛び越えて、そうだそうだ共に行こう時を時を時を越えて行こう。第2ステージ最初の曲はハリエット・タブマンでした。第2ステージはこれぞブレービアという曲をたくさん集めて聴いていただきたいと思います。このハリエット・タブマンですが、ああギター伴奏池正史でした。このハリエット・タブマンという人なんですけど、すごくこうアメリカでは有名な人なんですね。この偉人っていうか、アメリカの黒人の人たちが奴隷だった、奴隷制度があった頃に、奴隷を、助ける投資として働いたというか、そういう人なんです。そういう女性なんです。女モーセと言われてたそうですね。まあ、こういったかっこいい人に憧れますね。さて次の曲は先ほど第一ステージでも演奏しましたピート・シーガーさんの、あるいはボブ・ディランさんの師匠筋にあたるウディ・ガスリーという人が作った曲を聴いていただきましょう。リポーティ、国外追放者という曲です。の季節オレンジの取り入れ終わった頃、あなたたちはメキシコへ返される。わずかなお金を握りしめ、 Goodbye to my one Goodbye ロサリカ、 Adios mis amigosJesus y María, あなたたちは名前も呼ばれない。輸送機に詰められて、 D
伴奏は藤井園さんでした、ありがとうございます。次の曲もウリガスリーの曲です。ウリガスリーは働く人の歌をたくさん作ってきましたが、先ほどのリポーティーも、それから今から演奏します実りの牧場もそういう歌です。それでは、はい、伴奏にミラクルオブビーイングのシムタトールさんティーホイスに迎えて実りの牧場を歌います。風と共に
とちょっとお話をしたいと思います。鈴木さん出てきてくださいませんか。はい。鈴木しおりさんです。鈴木さんと私は実はネズミ年クラブの会員なんですね。そうでしたね。まあそれはどうでもいいんですけど。ミラクルウィングは実は何て言うんですかね、遠距離バンドとして有名なんです。実はそうかもしれないですね。遠距離バンド説明してもらえます。しますね。私たちの3人のメンバーで構成されてるんですけども、リーダーの今一番はちょっと暗いか分からへんかな、リーダーが横浜に行ってて、でボーカルの福田さんが、京都、そして私は大阪であります。はい。どうやって練習してるんですか。申し訳ないんですけども、大阪にみんな集まってもらって大阪で練習してます。じゃ あのリーダーは毎度横浜からやってくるんですね。そうですね。その情熱に私たちも突き動かされて頑張ってます。わかりました。最近はどんなライブとかしてますか。今年に入ってはまだ1回もライブしたことなかった。うん、そうなんですよ。だから今年が初ライブなので気合い入れて頑張ります。頑張ってください。はい。ミラクルオブビーイングは、毎年東京のプレミアのライブは一緒にジョイントでやってるんですけれども、大阪で演奏を一緒にするのは本当に久しぶりなんです。私たちも楽しみにしています。それでは
ミラクルウォービングのステージどうぞ。紹介していただいたので、いつもは東京ライブでご一緒させていただいているんですけれども、今年はこの大阪のライブでも出させていただくことになりました。どうもありがとうございます。1曲目にお届けしたのは、サリーガーデンという曲で、アイルランドの伝統曲をお届けしました。これはですね、もともと英語の歌詞が本当はついてるんですけれども、そうじゃなくて、今日歌ったのは別のですね、日本語の詞をつけて、歌いました。
さてですね、次の曲、2曲目も同じくアイルランドの曲なんですけれども、次はですね、ボーカルをリーダーが歌います。ということで曲紹介をリーダーの方からどうぞ。はい、それでは私の方から、曲紹介をさせていただきます。次の曲はキルケリーという曲なんですけれども、この曲は実際にあった手紙をもとに作られた歌です。アイルランド、1845年頃に、当時主食であったジャガイモが、ドーガレ病という病気にやられて、壊滅的な打撃を受けまして、その後10年間で100万人が餓死して、200万人が、海外へと、移民していくという、大飢饉が発生しました。当時のアイルランドといいますと、数百万人の全人口でしたから、実際に、10年間で人口が半減するというような、大きな最悪に見舞われたということなんですけども、この曲に出てくるジョンなんですけど、この時に、アイルランドのキルケリーという村からアメリカへと移民していきました。で、その息子に向けて、キルケリーに残った、お父さんがですね、手紙を送っていたんですけども、その手紙が、手紙書かれてから、100年ぐらい経った後に、このジョンの、ひ孫にあたる作者ですね、ピーター・ジョーンズが、この手紙を見つけまして、この曲を作ったということです。はい、それではお聴きください。キルケリー。なる我が息子ジョンへ、1860年今年もジャガイモはひどいもんだ、とても食えやしない。仕事探しにイングランドへとみんな出かけて、ひどく寂しい日が消えたよ。ようやくブリジットもいい人ができた。6月には式を挙げる。いいかい、危ない仕事はするな。体には気をつけて。我が息子ジョンへ、1870年、そちらじゃみんな元気にしてるか、よろしく伝えてくれ。マイカルのやつはまた揉め事、あいつも懲りないやつだ。ピートは湿り、もう燃やすものがない。娘にブリジットと名付けたそうだな。あいつも喜んでいる。今何をしてるか書いてないな。いつ頃帰る。1880年、とても悲しいことを知らせる。母さんが死んだ。みんなの見守る中、母さんをキルケリーのあの墓地に。心配しなくていい、
安らかにいたから、マイケルが戻れば土地を買おう、稼いでくれた種で収穫はひどくて、今じゃ誰もが土地を売ろうとしてる。1890年、お前がアメリカへ渡ってからもう30年に、わしも80になろうとしてる、長くはないようだ。家を建てたし、孫たちも大きくなった。家族の写真をありがとう、みんな立派になったな。一度遊びに来ておくれ、一目お前に会いたい。1892年、すぐに書けなくてごめんなさい、父さんが死にました。最後まで父さんは明るく元気で強い人でした。兄さんにも見せてあげたかった、孫と遊ぶ父さんを。僕らは父さんを昼蹴りの墓地の母さんのそばに埋めた。辛い人生だったでしょう、父さんの人生は。いつも兄さんのことばかり話し、最後も兄さんの名前を。帰ってきてよ、兄さんに会えればみんな喜ぶでしょう。キルケリをお届けしました。そして再び登場してきましたが、次の曲でね、最後の曲になるんですけれども、最後の曲はですね、ミラクルビームのオリジナルの曲をお届けしたいと思います。この曲はですね、The First Cry と言いまして、ここにいるうちのリーダーがですね、仕事でね、なんか新しい商品を開発、メーカーで働いているんですけども、何年かかかって開発した製品が、初めてその、世に出た時のですね、嬉しさをちょっと歌にしてみました。嬉しさのあまり思わず曲を作ってしまったというような一曲でございます。で、The First Cry というのは産声という意味があるそうで、そういった意味が込められています。では聴いてください、 The First Cry。
どうもありがとうございました。ミラクルオブビーングの皆さんでした。また再びプレミアの演奏に戻りますけれども、プレミアも何回も言ってますように長いことやってまして、いろいろアンケートなんかを見てますと、皆さんからコンクールに出ないのとか、7月しかやれへんのとか、オリジナルはせえへんのとか、もっと宣伝したらたくさん人入るのにとか、いろんな意見をいただいてありがたく思ってます。それでは演奏に移ります。次の曲はトゥルーカラーズ、ありのままのあなた、そして Let It Be です。輝いてるよ。
最近レディゴーという歌が流行っていますね、アナと雪の女王の主題歌ですね。あのレディゴーってね、レディットゴーっていうのはレディゴーって言うんですけど、プレミアもレッドイットビーはレディビーって言って歌って、10年経つのでうちの方が早いやんとか思いながら聞いてました。第一ステージではヘイジドも歌ったし、今回またレッドイットビーも歌ったし、まあね、今年ポール・マッカートニーさんちょっと来れなくて、来れなくてっていうかコンサートできなくて残念だったですけど、また元気になって、日本に来てほしいなと思ってます。歌は生きる力を与えてくれます。迷った時、悲しい時、苦しい時、ちょっと背中を人をしてくれる歌たち、そんな歌を今日もたくさん歌ってきました。その中でも、とっておきの歌を皆さんにお届けいたします。何より大切なもの、どうぞお聴きください。深く迷って
がとうございました、何より大切なものでした、今日のライブも、残すところあと2曲となりました、この頃の世の中を見てみるに思うようなことが言えなくなるような国になっちゃうかもしれないなと、戦争ができる国にしたい人が大きな声を張り上げるようになっちゃう、もうなっちゃってるのかもと。でも自由で伸び伸びとした国を守りたいと思ってる人はたくさんいると思います。プレミアもそうです。音楽をはじめとして芸術活動が、自由な精神の活動ができるのは戦のない平和な世の中だからだって、あの三輪明宏さんはいつもステージの旅ごとに言っておられるそうです。私もそう思います。そんな気持ちを込めて、次はキャリーオンという曲を歌います。続けていこうという意味です。ソロは松井涼介です。一歩ずつ carry on carry on 進もう carry on carry on 愛を信じて輝くその日はきっと来る carry on carry on今すぐにキャリーオンキャリーオン踏み出そうキャリーオンキャリーオン夢を信じて輝くその日はきっと来るキャリーオン北へキャリーオン南へキャリーオン東へ西へキャリーオン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 輝くその日はきっと来るキャリーオンキャリーオン世界その日はきっと来るキャリーオン北へキャリーオン南へキャリーオン東へ西へキャリーオン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 輝くその日はキャリーオン、キャリーオン、キャリーオン、北へ南へ、キャリーオン、キャリーオン、東へ、キャリーオン、西へ、キャリーオン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 、輝くその日は。長い時間聴いていただきました今日のブレーミのステージ、私たちが愛してやまないこの曲バラを歌ってお別れの曲としたいと思います。ソロは池美穂です。愛は変わった
Thank you.
歌う歌。団長です。宇佐美康介です。それとですね、ですね、いや、こういきます。実はですね、育児休暇を終わってよみがえってきた人、仲間たちが2人いまして、1人紹介しましょう。井上由美子さんです。そして、こっちのこのね、橋の方にいる緑のお姉さんは、この人はですね、なんと東京に住んでましてですね、練習に大阪まで通ってきて、赤ちゃん連れて帰ってきてくれたんです。愛木真理子さんです。はい、そして、こちらの方行きましょうかね。はい、緑の、はい、菊池隆です。です。そして、服部浩太です。どうも。あとは皆さん紹介しましてですね、今日はこのメンバーでお送りしました。どうもありがとうございました。グラビーの方々どうもありがとうございます。それから、ステージ支えてくださっているスタッフの方々、それからお客様皆さんどうもありがとうございます。もう一曲歌っていいですか。それでは、私たちの心を込めまして、空にお日様をもう一度歌います。Oh.
東京で会えるかもしれませんね。でも皆さんまたお会いできることを本当に願って今日お別れとしたいと思います。どうもありがとうございました。